長崎は今日66回目の原爆の日を迎えました。核ミサイルなどを解体し、部品の一部を金属製品として再利用することで核兵器の廃絶につなげようという取り組みが始まり、長崎市で再生された金属が初めて公開されました。ステンレスでできた卵型の塊と延べ棒20本、ロシア製のミサイルや原子力潜水艦の部品から作られたものです。長崎市の寺院では兵器から生まれ変わったことを記念する法要が営まれました。この活動を行っているのはアメリカに本部を置く NGO 団体で、3年前には日本人の僧侶が原爆の残り火をアメリカの核実験場に届ける様子を描いた映画ゲートを制作しました。団体ではロシア政府に対し、映画の興行で得た資金を核ミサイルや原子力潜水艦の解体費用として提供。先月、解体されたステンレス片およそ10トンが送られてきました。これらの金属を平和的に再利用するのが団体の狙いです。民間団体が核兵器の解体に関与するのは極めて珍しいことです。民間の力によって責任を持って、我々の子孫どういう世界、どういう環境を残していくかということを考えながら、僧侶たちと同じように行動に移らなければならない。持っている核兵器を一本ずつでいいから民間の力で解体させてくださいという。団体では今後、再生したステンレスを活動に賛同する企業と共同でアクセサリーなどに加工し、若者らに販売する予定で、そこで得た資金を活用して今後さらに兵器の解体を進めていく方針です。